はいどうも、今日も元気にバトイレやっていきましょう。チャンプルです。それではね、もう今年始まって3ヶ月経つんですけど、今年初めてのリズムカ撮っていきましょう。さあ今回の主役はね、我らがジジイ博士でございます。あ、博士はね、攻撃力と耐久力ねものすごくいいけど、スピードと、なんだろう、スピードが遅いんだっけ、この子、こいつ。あ、でもさ、じいさんは乗り物になると結構強いからね。痛い。集中砲火ですね。結構ダメージがね、でかいんで、あと、やっぱ図体がでかいんでね。オッケー、殺した。はいえ、痛い。あ、でもね、耐久力が高いんで、このじいさん全然痛くもないね。まだ危ないね。食らいなさい、じじい砲。強すぎ、じじい砲。食らい、ジジイ砲くらい。オッケー、強すぎジジイ砲強すぎる待って、博士強いんだけど、乗り物待って、水メカ最強説ある博士ジジイのくせに強いぞ。バトルでは最弱なのに、水メカではマジで強いぞこいつ。だって耐久力が、耐久力あるし、硬いもんこいつ。あと攻撃力エグいし、このウリやばくない？かけるの HP をこんなに削ってくれるので。でもね、短所と言いますか、あの痛い。だが食らわぬ。そんな致命傷を与えないから。待って、強すぎ。わー、外れた。マジか。大丈夫。横移動があるから。俺には。水目か基本横移動してたら当たらないから。マジか。ぶっ殺しちゃったんだけども。早いね。どうしよう、挟まれてる。あいつ誰？猿か？おぉ、やば。お、強すぎ、マジで。え、待って、強すぎない？ジジイ強すぎるんだけど。待って、博士最強なんだけど、水メカ。やべえ。試合をどんどんこなしていくんだけど。待って、博士強え。びっくりなんだけど。乗り物だと博士強いぞ。やっぱ最強の攻撃力と最強の防御力があるからか、博士のこの水目か。だって2発で溜まるんだぜ。暗いジジイ砲。え、強っ。え、ま、強すぎんだけど、マジで。暗いジジイ砲。痛い。誰だお前、お前か。クレジジフォー、よっしゃい。さあ、夏美の弾一発食らったぐらいではね、全然致命傷にもなんないね。あの、蚊に噛まれた程度です。クレジジフォー、オッケー、ジジフォー最強。さあ、渦巻きに飲み込まれて追い避けられた、自重砲。でも、もうあと2発だぜ。ほら。やば！最強すぎた、この、じいさん。え、待って、強すぎんだけど。というわけでね、まさかの、博士が、ミツメカ無双したということで、今回歴史的な動画になりましたね。
というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは、バイバイ。